船岡城市公園から見る柴田町中心部の町並み柴田町は宮城県南部の仙南県に位置する町である。宮城県の南部に位置する町である。県の地域区分では仙南県に含まれ仙南県最大の人口を持つ市町村であるが経済的な都市圏基準では仙台都市圏に含まれる。江戸時代の船岡盆地には白石川砂岩に 欧州街道、船挟ま塾、白石川右岸に、船岡城を及び、船岡城下町があり、月の木盆地には、欧州街道、月の木塾があった。両盆地を中心とする地域が、明治の町村制で、それぞれ月の木村、船岡村となり、戦後に合併して、柴田町が成立した。JR 東北本線、船岡駅の南側の旧城下町周辺地域が、 旧来からの町の中心部であるが、国道4号、柴田バイパス沿いに、大型ロードサイド店舗が立ち並んでいる。市街地は西側に隣接する大河原町と、コナーベーションしており、国道4号大河原バイパス沿いが、柴田郡の中心商業地化して証券が、当庁にも及んでいる。町内の大規模施設としては、第一海軍火薬省跡地に誘致された。 船岡中屯地、仙台大学、工場などがある。伊達騒動での主要人物である原田外子と、原田宗介の城下町として知られる。また、白石川津堤木千本桜及び、船岡城市公園が桜の名所として知られ、開花期には多くの観光客が集まる。南部の白石川沿いに発達した、中石平野が広がる船岡盆地。 東部の阿武熊川沿いに月の木盆地があり、両盆地が主要な過重地となっている。町の発足年表町村政施行以前、明治町村政施行後、明治、大正、戦前中昭和戦後昭和柴田町発足後、昭和、平成、令和表柴田町及び浦柴田町との関係交換2年8巻の図算志士、奥陽明数では、 仙台城下町の町名の一つに、柴田町との記載があり、1884年頃の陸前国仙台区画村長調書には、表柴田町及び裏柴田町として現れる。現在でも仙台市若林区の宮城県仙台第一高等学校の東側に、表柴田町及び裏柴田町は並走する、町名として残る。 仙台城下町の町名に大河原町があり、大河原村との関係が分かっているが、表柴田町及び浦柴田町と当町との関係については不明である。伊達氏は母親戦争後に当地の仙台繁華神が集団移住した地である。詳しくは各地域の記事を参考のこと。仙台大学大学高校なお、宮城県大河原商業高等学校は、 住所上大河原町になっているが、柴田町とまたがっており、校庭の一部や周辺は、柴田町になっている。中学校小学校特別支援学校、月の木駅柴田町には、バス路線がなく、代替公共交通として、デマンド型乗り合いタクシーが運行されている。利用には、事前登録が必要であり、利用可能者は、柴田町民のみに限定されている。注釈出店。 ありがとうございます。